皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。この動画を視聴するすべての方への注意点ということで、えー、ここでね、一旦動画を止めていただいてですね、大きな画面で、えー、ここに書かれている一語一句、文章をね、一語一句、えー、読んでください。 すべて,、ね全てえー、読み終わってですねべ、えー、てのことに対して、えー、承諾いただける方のみ、えー、この次から、ね、始まるこの動画をですねご視聴いただくことができます、えー、もしね、1つでも承諾できないなと自分はこのここに書かれている、ねえー、内容について1つでも承諾できないなと思うことがあれば えー、ここでね、えー、そーっと動画を閉じて、他の動画を見てください。それでは、行きたいと思います。2019年2月26年月日日火曜日暗号草コイン中野研究会今日のね、千葉県松戸市は曇りですね。曇りで雨はね、降ってないです、まあ。降るんじゃないかって噂ですけど、降らないですね、きっとね。まあ、少し太陽の光もさしてますからね。 で気温はね、すごく暑いですね、15度ぐらいはあると思います。昨日は日が差してたんで17とか18度ぐらいあったんですけど、今日は2、3度低いと思いますけどね、でも暑いですね、上着着てると暑いので、えー、長袖のワイシャツぐらいがちょうどいいかなと思いますよ、はい、上着、<laughs> ましてやあのダウンジャケットとかね、ジャンバーとかもその、えー、その上にまたね、あのスーツの上着の、そのまた上にコートとかね、 それはもうちょっと必要ないかなというぐらいあ暖かいですね。暑いです。もう春ですね。それでね、うーんちょっとね、えー、今、トランプさんがねベトナム行ってるでしょ。向かってて、えー、今日の夜かな、明日か、えー、北朝鮮の金委員長と、ね、会談しますけれども、まあ、これね、なんでこんな何回も何回も行われてるかというとですね。 もうア,メリカのアメリカが借金返せなくなっちゃったんだよね。それでまあ破綻寸前というか、まあ一旦破綻してるんですよ、これね。何年も前に破綻してて、でアメリカの、ね、ドルの基軸通貨、もうアメリカ信用にならないということで、世界が、各国が集まってです、ね、中国にね、中国の原を基軸通貨として貿易しようとてことに決めて、それで何年前ですか、10年ぐらい前ですか、5年ぐらい前ですか。 中国が世界銀行を作,作りましたよね。そこに、まあ、アメリカと日本以外の国が賛同して、もう貿易は減でやってますよね、世界の貿易はね。それでアメリカ、まあ、GDP 比で,です、ね、借金は、まあ、100%ぐらいなんですけどね、日本はもう200%ありますから、GDP 比でね。まあ、アメリカも日本も,もうボシャンと、ポッチャンと。 借金に、えー、溺れてね、ぽっちゃんですからね。<laughs> まあ,あの、日本の借金、アメリカの借金を肩代わりしてたっていう噂もありますけれども、まあ、とにかくアメリカの借金を返せなくなっちゃって、まあ、共産権に対して返せなくなったんですよね。それで今、どうしようかって話をね、えー、してるんですよねで。それで、まあ、ね、天下のアメリカ大統領が、まあ、北朝鮮のキム・イと会うと、何回も会ってるということですね。 まあそれで、まあアメリカのドルもね、もう、ドル信用ないし、えー、いろんなところで偽造紙幣作られてるし、全世界でね、作られてるんで、えー、まあまあ日本円もね、偽造されてるし、中国のゲームも作られてるから、紙紙幣や,れやめようとは紙紙幣と、効果やめようって話がね、もうありますよね。まあもちろん皆さんご存知のとおり、毎日ね、えー、LINEPay とか PayPay ーーペーペーとかね、あの、 電子決済をしようって日本の政府も進めてますが、まあそれであの日本もね、あの J コインとかいろいろ日本政府が中心となって仮想通貨作ってます。で、アメリカもね、なんとかっていう、まあここでは話す、ちょっと話せないですけども、なんとかっていう仮想通貨作ってそれをね、えー、ドルを廃止してそっちに変えると。またはまあ既存のね、まあそれが、 そのブロックチェーンがうまくね、きあの動かなければ、まあ既存のね、ビットコインまたはリップルで代用してしばらくは、えー、基軸通貨、世界基軸通貨という、まだ言われてますけど、ドルの代わりにね、ビットコインまたはリップルと使っていこうという話になってますね。まあそれが、まあビットコインベースまたは、えー、リップルベースで、まあアメリカドルってことですね。アメリカドルの仮想通貨ってことですね。それが急速に進んでます。 で結局、アメリカは借金が返せなくなってしまって、えー、第二次世界大戦の戦利品だったね北朝鮮半島の半分、まあ、韓国だよねそれと、えー、日本日本列島が、まあ、アメリカのものになりましたけれども、まあ、それぞれ独立国としてね、まあ、あのグアムとかさサイパンみたいな感じで独立国のように、えー、海外には見えますけど、まあ、基本的にはアメリカだよね。 アメリカの問題ね、戦利品としてね。まあ、その、まあ、借金返せなくなったら皆さんどうします家あの銀行に土地建物を取られますよね。はい、それと一緒で、えー、アメリカが借金返せなくなったから土地建物を手放すということで、韓国と日本を手放すということですね。で、韓国はあの <laughs> 手放してしめしめということで、 まあ中国のものなんだけど、もともと中国のもんなんだけどね、北朝鮮はそれ言ってはいけないけど。まあ、結局だから北朝鮮という共産権を中心に統一されると。ドイツのようにね。ドイツは結局ロシアがお金払えなくなったんですよ。あの時、ロシアというかソ連がね、ソビエト連邦が。ソビエト連邦が借金重ねてしまって、 えー、西側諸国に対して借金払えなくなってでどうするんだってことでバルト三国と、えー、東ドイツを手放したわけだよねそれで西ドイツを中心に、えー、民,衆民主化されたわけですねドイツは統一化されたわけベルリンの鍵が壁が、ね、あ,ある日突然なくなったわけですよあれは借金問題なんですよ全てはお金それで今回はアメリカ今度資本主義が崩壊するわけだねこれはもうエド川ケイシー・ケシ もうずいぶん前から言っていましたし、えー、あれ CIA 捜査、<laughs> じゃなくて <laughs>、FBI 捜査官のジョー・マクモン・ニーグルもね、あの本に書い未来を統一するという本に書いてありましたよねず、ずいぶん前にね。それでですね、本当に大変なことになっているということで、これはある日、まあ、来年、今年か来年ですね、ある日突然、えー、朝鮮半島統一ということで、韓国が亡くなってきた。 朝鮮,朝鮮っていう国になって、まあ、共産圏になるとそして、まあ、あの中国寄りになっていくわけですね最終的には中国になっちゃうとで日本はっていうとロシアになっちゃうわけですね、まあ、当たり前ですよね安倍さんはあのプーチンさんと仲いいですからなんであんなに仲良くやってねプーチンさんも安倍さんの山口県の家に行ったりして遊んでるかっていうと まあ日本の父、まあ、ロシアの、ね、一員になったとしても、日本の父を少しは残したいということでやってるわけですよね。うん、天皇陛下残したいとかいろいろやってるわけですよ。まあ、そんなことはいいとして、えー、本日のお題ですね、えー、ドル円仮想通貨マーケット分析ですね。でこれは、ね、有料会員さんの方では1日2回か3回やってるんですけど、まあ、今日はあの無料会員さんの方にもどんなことやってるかをお知らせしたいと思います。 えー、仮想通貨はなんだかやっぱりじわじわと上がってきましたねということで仮想通貨はむちゃくちゃ下がったんですけど上がって下がったんですけどねまた上がってきてますねでまずはドル円ですねちょっと見にくいですがこれは、えー、昨年の年末の爆下げと、えー、これ1月3日のフラッシュクラッシュですねこれねでそこからじわ,じわじわじわまた上がってきたということですね これ、冷やしです。4時間足。でですね、ずいぶん1週間ぐらいのレンジがありましたよね。で、そこから昨日の夜の朝の明け方ですね、4時ぐらいに爆上げしてですね、で今、爆下げし状態であるということですね。これですね。で、私はね、昨日はね、えー、っと、ここら辺から入ったんですよね。んいや、ここら辺から入ったのか。ああそうだね。 昨日は、えー、25日、だから5等日の中値でしたから、えー、朝10時までは上がったんですよね。すごい上がって、で、爆下げしたと。で、午後のお昼過ぎの1時ぐらいにここ入ったんですね。ほ,ほぼほぼそこだったんですけど、えー、ロングで入りました。1100万通貨入りましたね。そして、まあ、すぐにですね、まだこれ、1時間、2時間ぐらいで40万ぐらいいったんですね。そしたらまた下がっちゃって、<laughs> マイナス70万ぐらいになっちゃったんですよ。で、マイナス100万いったらですね、マイナス110万か。いったら、まあ、損切り設定してたんですけど、えー、なんとかね、上がって、で、また、プラス50万ぐらい,いって、また、ダーンって下がってですね、また、プラマイゼロになったりね、まあ、むちゃくちゃでしたね、きりも、ここら辺はね。ここら辺で、まあ、損切った人とか、チキンリ食いした人多かったと思います。それで、まあ、夕方6時か7時ぐらいかな。えー ロンドン勢、ヨーロッパ勢が入ってきて上がってきたということですね。最初上がって爆下げしたんだけど、まあ、順調に7時ぐらいから上がってきたと。そして私はですね、あの 110, 110円75銭で、えー、利益確定のですね決済入れてたんですよね。はい、なので、えー、昨日はね、えーっと、ちょっと待ってね。 えっとですね、それでな,な,なぜ75銭にしたかと、110円75銭にしたかというと、こちらですね。外為。外為 .com さんの、えー、板があるんですよね。外為 .com さんのトップページの、えー、外為情報ナビっていうのを押していただいて、そこの取引データですね。 でこれはまあ誰でも見れるようになってて、口座持ってない人でもね、まあ、口座作った方がいいと思うんですけど、これである程度の,あの通貨ペア。まあ、ここはあの人民元と円もあるんですね。板薄いですけどね、はい。ここ暑いですね。トルコリラ円ンってすごい暑いですね。暑いですね。すごく暑いですね。これメキシコペソも暑いですね。すごい注文入れてますね。 はい、まあ、注文情報なんでね、まあ、ほとんどの、まあ、つっても、この外為、これを外為 .com、日本人の、えー、まあ、個人の人ですよね、が入れてる注文なんで、まあ、個人の人は、なりゆきでやる人が多いんでね、よくわか,かんないと思いますけど、あと、日本時間しか通用しないので、 えー、ロンドン時間とかニューヨーク時間になったらもうこんなブロックなんかどん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 ,どん、まあ、個人の板ですからこんなの全部ブロック崩,崩されちゃうんですけどねここで110円75銭が110円110 80銭がねこうやって壁が厚かったんですよなので75銭110円75銭だとこ,、まあ、このぐらいだったんで、まあ、75銭までいくかなと思ってね80銭だと壁が厚くて超えられないだろうなと思ったんで 110円75銭で利食イしました。で、まあ、自動利食イですね。決まあ、しました。そして、昨日の、まあ、ト,トータルはどうなったかというとですね、こんな感じですね。まあ、最初10万、10万ロットですね。これ100万通貨と1000万通貨、トータル1100 11万通貨をロングで入れました。 こっちは110円621ですね。こっちは110円, <laughs> 円622で,、ね、ですね。入れまして、えー、うまくね、110円750で両方とも引っかかあの決済できましたんで、えー、100万通貨の方は、えー、12万9000ですね。12.9ピプス、えー。そして1000万通貨の方は128万円ですね。12.8ピプスですね。で合計140万9000ですね。 昨日1日は140万9000円の利益が上がりました。ただね、あの結果論なんだけど、結果論なんだけどね。結局、まあ、75だけど、えー、朝方にかけてここまで行ったじゃんと。だから、75だから、まあ、ここら辺ですよね。まあ、あと、438万。まあ、まあ、500、480万ぐらいか。 480万ぐらい取れたじゃんと。<laughs> まあトータルで600万ぐらいいったよねと。600万。いや、ずっと持ってれば600万いったじゃんっていうねう。昨日、まあ朝方までずっと起きてればね。<coughs> まあニュー,ヨークカットまで起きてまあ、いった。まあ結果ですけどね。結果的にはいったんだけど、まあそれはあまりにも欲深ですよ。欲深です。 あのーまあ、12.8ピープス、12.9ピープス、えー、取るっていう最初に自分が決めたルールがあるじゃないですか。でそれを例えばね破ってね、途中まで行って伸びがいいから、伸びがいいからね、えー、じゃあ決、決済の差し値を外してしまってね、ずる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 いくとですね、これ実は人間の欲望があってですね、ここまで行って決済できるかと。 でできないですよもっと行くもっと行くってなっちゃうんだよね。でもっと行くはずもっと行くはずになっちゃってこうやって落ちてくるじゃないですか、ズルズルズルって。いや、これ単なる押し目で、これもっと爆上げの合図だっつってね。上がるときは必ず一回下がんなくちゃ、人間だってジャンプするときに一回しゃ,がむだよしゃがむだろうと。一旦膝をね,くねあの、下にやってね、そしてビョーンって伸びるんじゃないかと。バネのようにね。 だからこうやってバネでビヨーンってやってビヨーンって上に行くはずだと思ったうちにドーンって下がってきちゃうんですよね。だから、あのー、ここまで、これ持ってよかったじゃんと。そしたら昨日1日で600万取れたよねと。確かに取れましたよ。取れたけど、僕はお金を、お金必要ないんです。FX って、 どうやったら勝てる、どうやったらお金持ちになれるか、FX でね、どうやったら勝てるのかって言ってね、皆さん悩まれてるかと思いますけど、自分ルールに従わないとだめなんですよね。で、それ皆さん、あの <laughs> 耳が痛くなるほど聞いた時あると思いますか <laughs> 思いますが、まずは自分ルールを作んなくちゃいけないよね。だから、成り行きで、えー、ずっとね、感情トレード、まあ、裁量トレードやってたらいつまでたってもうまくいきません。 まずはあの相,場分相場分析して環境を認識して、えーまあ、僕はレンジブレイクショーですけど昨日はあのレ,ンジ内、えー、レンジ内逆張りやってみましたけど、えー、っとまずはルー環境認識をしてルールを作るとでつ次にルール間違ってたらダメなんでね環境認識とルール作りについては ファンダメンタル分析とテクニカル分析がうまくできるかとかですねその。その技術が伴ってないと環境認識もできないしルール作りもできないと。だからルールが間違ってたらいっくらね、ルール守ってもうまくお金は増えません。で、次にね、一番問題なのはメンタルなんですよ。何がメンタルかっていうと、このルール一回作ったルールを守り切ることができるかどうか。で、ここで、あの、り <coughs>、まあ、行きに入ってもいいですけど、 まあ僕はだいたい IFO で入りますが、何行きで入っても、決済差し根と逆、差し値と逆差し根入れるよね。入れない人もいるかもしれないけど。入れますよね。入れるんだけど途中でリグっちゃうとかね。チキン肉いしちゃう。もう下がってきたからチキン肉いしちゃうとか、逆にね、あの、刺し根外してしまって上まで行っちゃうとかね。下がってくるから。 で、そうすると、自分ルール守れてないですよね。だから、自分ルール、例えばね、110円75銭で、差しネ入れてね、ルール作ったのに、伸びの勢いがいいから、差しに外してね、ここで取ったと。ここまで行って取れたと。600万、尻尾からね、頭まで取った、やったやったっていうのは、それはもう失敗ですよね。それはね、600万取らない方が良かった。うん、僕見ると140万。 で、終わらした方が成功ですね。そっちの方が億万長者になる。うん。裁量でやっちゃダメなんですよ。途中でね、ルールを無視してね、ルールを無視して、こう、600万取ったと。ね、結果オーライじゃない方それはダメなんですよ。次から失敗しますから。次はないですから。で、皆さんそれで多分、あの、なかなか億万長者になれてないと思うんですよね。 でまあ、でここから落っこってきたけどもこれ分かんないですからレンジなのか何なのかよく分かんないからここで通るのもこれ最良ですよねであくまでも環境認識してレンジをレンジはどこからどこの幅なのかでそこのレンジを上,ブレ上抜けブレーク下抜けブレークの IFO ダブルバリですねをやることによってほとんどの確率で 利益が増えていきますなので僕はこれ、まあ、デモですけどね、まあ、デモ講座、あのリアル講座はあの移してはいけないことになってますからね。なので、<laughs> デモ講座で500万入金してて、えー、今10日経ちましたけどね、10日経って200万増えたんで、トータル700万ですね、今ね。700、えー、700飛んで1288円ですね。だから、 40%増えたんですね、10日間でね。10日間で40%増えました。はい、それで、えー、昨日は140万の利益ですねで。今後どうなるかって話なんだけども、これは分からないですね、まだね。分からないので、やらない方がいい,いと思いますね、これは。上がるかもしれないし、下がるかもしれないので、えー、環境認識はまだできてない状況ですね、これね。 なので、まあちょっと、ヨーロッパ勢が入ってきて、ニューヨークが始まるまでは、様子見ですね、これね。うん。今、入るか、今、ロングかショートかって言われたら、今は入んないですね。はい。それが、ルールですね。ルールです。ルールを無視すると、絶対に負け,負けてですね、お金なんか増えていかないですから、いい一生ね。だ気をつけてください、ということと、 えっと、あとは、あれですね。はい。えー、仮想通貨なんですけど、上げて下げましたよね。でもびっくりしてしまってですね。これですよね。これビットコインなんですけど、これ何なんですか、これ。<laughs> これはないですよね。これ4時間足ですが、 こうやって上げたんですよねが。下げたと。ちょっとビットバンクを見てみますかね。ビットバンクの方が取引量は多いですね。財布はなんか経営会社変わって取引量少なくなりましたね。うーん、か、かそってたもんね、今ね、見たらね。 これ1時間足ですが、これはないよね、やっぱりね。うん。だんだん畑つけて、作って上がってきたよね、って話してて、うわ上がった上がった、したらストーンと下げてね。で、ただ、また上がってきてはいるんですよね。で、これね、やっぱりして筋みたいですね。あの、<coughs> ビットコイン FX のね、サーバーメンテナンスの10分間を狙って下げてきたみたいね。 うんまあ、中国数字かもしれないけど、ちょっとわかんないね、それ。うん。で、<laughs> ただ、また上げてきてるので、えー、これはして筋で、まあ利益取ったとこ、やつがいるんだけど、ただ、一応ファンダメンタルとして上がってきてるんでしょうね、これね。うん、アメリカのドルがね、やっぱり活動通貨に変わると。まあもちろん日本の円も変わって、あ、これはちょっとね、どこで言ったらいいかわからないんですけど、 法徹が関わると。あとは、あれですよ、日銀なんかも一応なくな,な,くなる方向であるんだよね、実は。あのまあ、僕はいろんな情報が入ってきてるんだけども、世界の中央銀行制度がなくなるんですよね。うん、まあ、世界の中央銀行制度自体が資本主義経済を担ってたわけだけどね。資本主義経済が破綻したんですよね、今回ね。だからトランプさんが、 わざわざ北朝鮮行ってるわけでね、あの中国の指図によってね、中国がアメリカの国債たくさん持ってるから、ドルもね、いっぱい持ってるから、中国、アメリカのお前こっち来いと、ね <coughs>、ふざけんじゃねえよと、お前借金返せねえんだろうとで、中央銀行制度もやめちまえって言われててね、で、今やめることになったらしいです。だから、あの、ドル持ってても円持っててもね、紙癖なくなっちゃいますから、 金持つか、プラチナ持つか、土地建物もなくなっちゃいそうでしょだって、日本だってロシアになっちゃうからね。あの、共産圏になっちゃうから、土地建物持つだって全部お国のものになっちゃうからね。だから、仮想通貨、金、銀、パール、プラチナ、あとは仮想通貨かな、やっぱり。仮想通貨一番便利ですよね。うん、世界のどこに、どこの取引所に置いてあるかは、 さすがにロシアの税務当局もわかんないでしょうからね。入国出入国管理局もわかんないから、出国してね。で、まあ、できれば早めに海外出してしないといけないですね、まあ。日本人もロシアになっちゃったらさ、ロシア人になっちゃったら海外出れないからね、もうね。うん。だから、まあ、皆さんと一緒にね、中野研究会、有料会員、無料会員の人たちと一緒にですね、 まあ私としてはオーストラリアがいいかなと思ってます。土地が大きいからね。ニュージーランドは土地が小さいので、ちょっと厳しいかなと。で仮想通貨2090種類。市場は16,080もあるので、まあ、いろんなところに分散してですね、ビットコインとかリップルとか置いとけば、イーサリアムとか、ね、ノアコインとか置いとけば大丈夫だと思いますよ。あとはまあ、やっぱり総うがたいですね、やっぱり。リップルなんてのはもう全戻ししましたからね。 なのでやっぱり例の <coughs> <coughs> 法定通貨がなくなるっていう、な、まあ、んで、うん、なくなってあの、よかったですね、皆さんね。<coughs> <coughs> <coughs> はいあの中、中央銀行によるです、ね、集中、中央集権的なですね金融システムってのはなくなりますからね。 よかった、良かったんだけど、その代わり共産、共産主義になりますからね、世界はね。あの、まあ、もっと厳しいことが起きるかもしれないですね。ちょ,ちょっと待ってください。えっ、ー、と、7日間見てみましょうか。これだけ見て終わりにしたいと思います、今回の動画はね。で、一応今日の午後は断続的にですね、えー、草コインの探し方、草コインのですね、選定方法をですね、 具体的に初級編と上級編をまたリニューアルしてですねさらに、えー、最新情報を交えてですね動画作っていきますので仮想通貨やっぱ上がってきてるので早めにですね買わないと,とちょっとね儲けられないかもしれないですねああソルコイン9000%上がってる IR コインは968% うーんと上がってますねうんやっぱりバカにしちゃいけないですねうん草コイン投資はやっぱり健在ですねペペキャッシュなんかもこんなと来てんだね83%ペペキャッシュはいいですよあの財布で売ってるんで日本円で買えるからで財布なんで金融庁登録されてるからあの儲かったら儲かっただけすぐに出金できますからね ペペキャッシュとか、まあ、それもね、有料会員さんだけにお伝えしてる、えー、草コイン投資法で、しかも、えー、リスクがほとんどない草コイン投資法ってあるんですよ。それもね、非常にいいかなと思ってますので、ぜひ、まあ、有料会員1万円かかりますけどね、一月ね。まあ、ぜひ一月だけでもご視聴いただければね、まあ、1万円以上の価値はあるかなと思ってます。まあ、そりゃそうだよね <coughs>。はい、それではね、今回は、 そうですね、はいえー、と本日のドル円仮想通貨マーケット分析を行いました仮想通貨は何だかやっぱりじわじわと上がってき,てきましたねとお伝えしましたそれでは千葉県益州よりトム・クルーズがお伝えいたしましたどうも失礼いたします